ではステップ26に入ります。はい、25は健康の話をしてたんですね。で今回はもう一つの話題だから、はい、同じテーブルでは必ず話すんですよ、うん、何かというと日本です。うんうん、だって皆さんは日本人だからね。そうなったら隣席になったら必ず日本の何かを言わないと気が済まないでしょ。うん、食事のそのネタをしてあとは必ず基本的にはもう、日本のネタをします。日本は物がいいって感じですよね。だから爆買いの理由はやっぱり日本のホニャララがいいとかそういうものなんですので、だいたい出だしはこのね、日本だ日本だホニャララホニャララゾモヤゾモヤ、そうですね、日本のホニャララゾモヤっていう感じですね、はい、例えばこの化粧品で日本の化妆品とか化粧品はどうですか、うん、とか、あの中国人の関心事情の一つは家ですね、うん、その不動産価格はどうですか、日本のファンジャーゾモヤとかね、ファンジャーで子供がもうすごく関心があるんですね。だって前も話したように中国人 その結婚と家と子供がやっぱり一番の大関心事情なんですね、うん、子供なんか日本のジアウユ、ジャオユ、ジャオユは何でしょう、ジャオユ子供の待って、ジャオユ、ジャオユは何でしょう、ジャオユ、あの日本のジャオユ怎么样、教育、うん、そうです、あよかった、日本のジャオユ怎么样とか、あとは日本が先進国として医療、日本の医療怎么样、あ服、いやあれは医療、医療違う、医療は医療、医療そうそう、日本の医療怎么样とか、日本の医療、なんかこういうのはね、日本のいいところで中国人はよく言うんで、医療とか教育とか書いてもらえば皆さんすぐ分かりますよね、うん、ちっちゃいメモちょっといつも警戒して、うん、シェイシャシェイシャとか、日本のホニャララ怎么样とか、听说非常好、いいって噂だよ、そう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 日本の例えば日本の医療怎么样、听说非常好とか、うん、あのホニャララの日本のホニャララどうですかとか、そういう感じで中国人は結構質問を投げられます、はい、だからここは別に皆さんがあの暗記する必要はないですよ。怎么样とか听说とか、听说というのは噂によると非常好だよ、听说非常好とかで、やっぱり専門用語になったらすぐメモ帳用意してシェイシャシェイシャだったら、もう例えば听说日本的教育非常好、我觉得嗯非常好、oh, yes. あの日本のホニャララ怎么样とか、この怎么样の質問は基本的にはもう全部ね、非常好の、もちろん我觉得、私は思うには我觉得でもいいですけども、あの実はね、あの听说非常好とか怎么样で聞かれてる日本人が、あはははとか、非常好非常好ってそのまま返事してしまうんですね。そうなったらちょっとね、ああ謙遜した方がいい、そうそうそう、謙遜した方がいい、だってやっぱり褒められた時には遠慮した方がいいでしょ、はいはいはい、あそうなった時にはめよ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 、いっぱいしたんとか、あるいはね、こうやって考えながら、うん、はい、可以、はい、可以、前も勉強した、はい、可以なんで、はい、可以は、北京の人にとって結構褒め言葉なんですので、うん、はい、可以という感じで答えればいいですので、日本人として自慢してるわけでもないので、そのあとは中国人に親近感を抱きやすい。うん、ベジャマ、ベジャマと言ったら、そのあと次はどうなるかというと、紹介してってことですよ。あ、そんな感じになったら、結構皆さんにとってややこしいので、うん、はい、可以とか、中国だ、也很好とか。中国だ、中国だ、いい、很好とか、いい、很好で、中国の方も、うん、いいですよというような言葉をちょっとフォローしてあげれば、それは一番頭いい。あの教育だったら学校を紹介して、医療だったら病院を紹介して、で物、例えば SK2 の化粧品といったら買ってくれということになっちゃうから、うん、はい、くり、一般般とか、一般般、中国でやべちゃんはと言うと、うん、すんなり投げてしまうという感じですね。もう一つのパターンは、日中の文化の比較、日本はこうこうこうなんですかとか、うん、日本人はみんなこの人が好きですかというのは、やっぱり中国人が聞いてる情報で質問されるんです、うんうん、中国人はこういう話題を好むということがありますので、例文をちょっと見てみましょう。日本結婚很晚吗、日本结婚很晚吗、いい感じですね、日本结婚很晚吗、うん、そうですね、逆にもう全部ね質問を返す方が頭がいいです、うん、中国结婚很早吗とか、中国很早吗って聞けばいいですよ。皆さんの単語量とその文法量でそんなに答えられないでしょ、うん、ちょっと一言言ってすぐ質問を投げ返してキュッて次は、結婚不买房吗、结婚不买房吗、うん、结婚不房不买房吗、うん、そう、日本结婚不买房吗、そうなったら中国买房吗って感じですね、うん、中国买房吗、うん、そうですね、中国买房吗、あ、不买不买とかね、買わないとか質問返します。いいですね、こういう比較もありますので、
日本の不動産は中国より高いですか？日本的房价。日本的房价。比中国的贵吗？中国的贵吗？そうですね。日本的房价比中国的贵吗？日本的房价比中国的贵吗？うん、そうですね。はい、あの比という文は昔年齢の時にちょっと出たんですけども、ほにゃらら A は B よりですね。皆さんはどういう感じで答えるんですか？不知道。不知道ですね。中国人は一番関心するのはやっぱり1番お金、2番家庭、3番コミュニティの人たちの動きですね。で4番は生活スタイルとか、だから日本に爆買いに来ていろんな生活用品を買ってますよね。で5番はちょっとね政治的なあるんですけども、でもやっぱりねすごくね個人のことをすごいフォーカスするんです、ね、日本の皆さんはあまり関心ない方が多いので、中国人の話題に合うんだったら少し、こういうのもちょっとニュースを読んだ方がいいと思います。じゃあ実際にこの答えはどうなってるかというと、今中国 の、 その上海、深圳とか、北京とか日本より圧倒的に高いです。特に上海と北京も高いので、だからそういうことをぜひね言えてみてください。今日の一言は、中国人はね見栄張りというところがあるんですよ。よくでよ、よくでよ、そう、よくでよ、よくでよ、くでよというのは品なんですね。だから品があるというのはよくでよとか、あ、よくでよ、めちゃよくでよというのは品があるんですけども、中国はやっぱり、高度成長が突然来たんですよね。この変にスタバを使ったりとかブームに追いかけてるところがあるんですよね。だからそれを皮肉るところも結構日常でよく出るので、かっこつけてるとかそういうことになっちゃうので、だからまあ日本人はそんなにないですけども、でも会話の中で突っ込んだりとか、ぜひこういうのは耳にちょっと一回中国人のテーブルで気をつけてください。今日の課題として、中国人と会話するときにこういうことをリーチしましょうねっていうのは課題です。いいですね。はい、はい、ではまた今度。